なあ、本当にそれでいいもんなのかな。学園に戻り、準備の仕上げに入ったその最中、俺はメイクを落として着替えると、クラスのみんなにその疑問をぶつけてみていた。みんなの反応は様々だったけど、新刊パレードは参加することに意義がある。どうあれ素人が行うパレードだ。出来など最初からさほど期待されてはいない。確かにな、とうなずくクラスの大半。五郎が語ってくれたそれが地元民的な共通認識らしい。みんなが毎年見てきたもの、見てきたのもそうだったってことだ。つまりあくまで俺たち新入生のためのパレードで、お客さんのためのものじゃないってわけか。なるほど。でもそれって本質から見誤っとるよな。通過儀礼というか、なんというか、新刊パレードはそういうものとみんながある種大なり小なり割り切ってるのはなんとなく分かったけど、それじゃつまんなくないか。俺の疑問はやっぱり解消されなかった。むしろ一層膨らんでしまう。みんなも準備じゃあんなに盛り上がってさ、でも結局はそれってなんかもったいなくないか。もうちょっと言語化してほしいよな。そりゃそうだけどさ、俺たちだって本職のアバターみたいに客を沸かせられたらいいなとは思うけどさ。でもあいにく本職じゃないもんね。どうしたってやれることの限度はあるって。だからいい機会をもらっていい経験をさせてもらえると、せめてそれを満喫するのが自分たちの務めだろう。みんなが口々に言ってることは要するにそういうことだった。そういうものなのかな。楽しくやろう、驚いてもらおう、そのためにやれるだけやろうってのが俺の聞く限り風城の雰囲気なんだって思ってたぜ。有馬は別居入学だから、そうやって理屈っていうか理念から入っちゃうのはわかるけどさ。それは確かにその通りなんだろうけど、でも そここそが俺が馴染みたいと思って、ここ数日戸惑いつつもついていこうとしていたところなわけで。一つ確認、できることならみんなも本職のアバターみたいにお客さんを普通に沸かせたいんだよな。そりゃまあそうだけど、全員はそうじゃなくても、うちのクラス現役でアバターのやつも3人もいるじゃん。あげく今野みたいなセミプロレベルにできるアバター志望のやつなんかもいるわけだ。何が言いたいとばかりに俺へみんなの視線が集まってくるのが分かった。それを引くように、ん？俺は顔の前で両手を広げ、ポムとゆっくり包み合わせるような仕草をしてみせて、そいつらを生かせる形に手こ入れしてみるのはどうだ。こっちがフォローしてもらうんじゃなくてさ、要するにポイントゲッターをこっちが使って勝負できる形にするんだよ。それなら少し違わないか。乗ったー。今まで全く発言していなかった今野が、そこで踊り上がるように真っ先に同調してくれた。いいじゃんいいじゃん、それ面白そう。僕乗った、しようよテコ入れ。陽介、私も私も。すごい、顔は上下にうなずいとるのに、乳が左右に。ついで、あやりも乗ってきてくれる。どうせやるなら、だよね。そうだよな、それでいいんだよな。やべえ、陽キャがまぶしい。なら、やってみるだけだ。理屈としてはリリコさんがあつらえてくれた俺のクラウン姿と同じはず。見せる部分に視線を向けさせ、そこで勝負する、そのための工夫をしようということだ。そういうわけで、まずは俺、あやり、今野の3人で校内に何か使えるものはないか探してみたところ、ありまっち、世話役の人に聞いてきたよ。
コンノの胸が1ミリも揺れんがんやけど。そんな、せめて1、2バウンドくらいはするもんじゃない？あやり5、6は行くぞ。お、どうだった？しばらく使われてないから修理は必要だけど、それが問題ないなら好きに使っていいって。ゴンドラかトロッコか知らんけど、そんなんもできるんかな。備品倉庫にておあつらえ向きのものを発見した。ちょっとしたお立ち台状になっているパレードの出汁だ。いや、こういうのはフロート車というらしい。へえ。じゃあここに魔女に名乗ってもらって、魔女に乗ってもらって、それを囲む形で歩く形式を取るとしたら、一段高くなるからお客さんの視線は集まるよね。なんか修理が必要ってのはちょっとうっと思ったな。で、僕たちもそっちに視線が行くようにみんなでわーって盛り上げて、そこで真打ちのあやりと雪村さんがとどめとばかりに待ってましたと魔法をドーン。俺たちは顔を見合わせ、そして同時に言った。なんかいけそう。だったらこれはもうフロート車も修理するだけでなく飾り付けたりするしかない。なんかオートモードが勝手に起動しとるな、ごめんね。バック。おう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 、オッケーオッケー。てわけで、泊まりがけで作業する許可もらえませんでしょうか。かわいい。かわいい。つぶらな瞳がすごい。おお、そうきよったか。早速、玉先生に話を持ちかけてみた。よっしゃ、やってみー。話はわいが学園長に通しておくで。ありがとうございます。まあ、わいもあんな話をした手前な。しかしそれでこんな反応が返ってくるとは嬉しいやんか。玉先生から許可もらえたぜ。はい、それじゃあ早速勇士は中庭に移動して取り掛かろう。ありまありま、話は聞いたぜ。俺たちも参加するわ。お、マジで？本当に有馬くんが言うみたいに行くかは分かんないけど、前日泊まりで作業とか文化祭みたいだし。はは、確かにな。入学して4日でこれとかイベントにも程があるってのな。言い出しっぺが言ってるやん。じゃあ俺たち行ってくるわ。他のみんなも手が空いたり気が向いたりしたら来てくれよな。泊まり作業は当然クラス全員強制ではなく有志の参加だ。最悪最初の3人だけということもありえたけど、嬉しいことに他にも何人かが参加を表明してくれた。フロートを引く人員を再編成する必要があります。そちらは鈴野が。あら、確かに。あら意外と協力的なんだね、彼女。わかった、助かるよ。池村さんの案に手を入れる形になっちゃったのにさ。鈴野の独断のみで進行するよりは健康的です。ではそのように。挙句雪村さんまでこの通りだ。クラス委員としての義務感かもしれないけど、こちらとしてはとにかくありがたく心強い。さて、俺たちはその分気合を入れてこのフロート車をいじらないとな。どうした？お、どうした？頃なんかしばらく見当たらなかったけど。俺も校内を探索していた。おお。その結果こんなものを見つけた。リボンとペンキ？使え。お前参加すればそれでいい派じゃなかったのか？ただ一般認識を口にしただけだ。俺はどの派にも属していない。でも手伝ってくれるんだ。いいやつだよな、マジいいやつだよな。人格者すぎるよな。使え。他のものも探してくる。なあ、ちゃんとなんて言うんだろう、バランスというかさ、やっぱね、まあ子供だし
なんかその時のさ、感情でワイ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 することってあるやん。なんかね、本当はダメなことでもさ、その場のノリでやっちゃおうぜみたいなことになるやん。それをまあ一応ほら理性的にさ、別に否定じゃなくてさ、そのね、現実というか対案というかさ、あくまでも反対の立場に立って、ホワイどうするのっていう、うん、そういうのがね提唱してくれてさ、でもう決まったってなったら、それに対してこうやってね、別になんかそのね、つっけんどんするんじゃなくって、だってなんかね、協力してくれるっていう、最強じゃんお前。五郎くんってなんだかんだでいろいろ付き合ってくれるよね。本当だよな、あんなこと言ってたくせにさ、ちょっと根に持っとるやん。ちょっと根に持っとるやん。おい勘弁してくれよ、こんないいやつ。おお、ダメか。でも学生、子供じゃわからんか、この良さ。このこいつの五郎の良さわからんか。難しいところだな。見た目も行動も言動もああだけど、話せば話すほどなんかあいついいやつだって気がしてくる。おお、成長だな。そんな風に作業を続ける。やってるうちに自然と各々分役割分担し、だんだん効率的になってくるから面白いもんだ。これで場所空いたか？アリマッチ、なんか意外と力持ちだね。そういう今度はなんか意外とちまちました作業に強いのな。意外でもなんでもないよ。僕の中ではこういうのってリズム感がものを言うんだもん。それに引き換え、あれ、かわいい。アヤリンが全然ダメダメなのはなんかイメージ通りかも。本読んだり日向ぼっこしたりなら得意だもん。得意とかじゃないやん、それって。かわいいな、素直だな。今全然関係ないな。って、あれ、そこでふと中庭を見渡すと、作業に参加している有志の数がまた増えてるような気がした。黙って増えるもんなん、こういうのって。フロート車の修理と改造をやってるうちに、ちらほらと顔を見せるクラスメイトは出てきたけど。よう、お前も？よう、やっぱ俺も参加するわ。なんかせっかくの機会だしさ。おお、友情、友情。おお、マジで、それは嬉しいけど、人数を目で数えてみる。なんか気づくと全員揃ってないか。だってねえ、入学してすぐに校舎に泊まれるとかめったにあることじゃないし、みんな盛り上がってるところに乗り遅れるとか、やっぱそうした気になるもんね。やべえ、陽キャ怖え、陽キャ。大地、越境入学生の有馬にいいとこ持ってかれてばっかなんて、地元民としちゃ悔しいだろ。だよな。やっぱそうだよな。行ってみてよかった。じゃあ今晩一晩使ってたっぷりみんなであれこれ相談もできるね。あ、揺れた揺れた。ああ、そのためにはまずフロート車だな。それと相談が終わって時間余っちゃったらどうするの？できる限りで練習するなりなんなりすればいいんだろうけど、普通にみんなでワイワイ過ごすのもありなんじゃないか。お泊まり会だ、わーいわーい。おー、盛り上がっとるな。どこで寝る？玉先生もちょくちょく様子を見に来てくれていた。この先生、自分で移動できるはずなんやけどな。気がつけば全員が参加することになりました。そりゃますますいいな。よし、なら全員注目やで。ええか、適当なタイミングで一度家へ帰って泊まり自宅と親御さんへの報告をしとくんやで。
ほう、入学早々学園にお泊まりとはね。そういうわけで夕方ごろに一度家に戻った。ゆうこさん、いい？みんなでワイワイやるんだよ。ボレロに、登られながらあやりが尋ねると、ゆうこさんはにっこり笑顔を浮かべた。うん、それはいいね。学生生活の醍醐味じゃないか。新刊パレードだけじゃなく、こんなイベントにまでなるとはね。陽介が言い出しっぺなんだよ。いや、まあ、なんか気づくとこうなってしまって。いいじゃないか。うん、いいね。そういうことなら、私も一つ乗ろうかな。の？え？優子さんも参加するの？そうじゃないよ。雑貨の方から適当にいくつかお菓子を持っていくといい。おー。みんなで食べるんだよ。ありがとう、優子さん。ありがとうございます。どれがおすすめですかね。そうだね、城壁のレンガと魔女の卵は結構人気の商品だよ。河原せんべいとまんじゅうかな。魔女、卵産むんだそんなこと言うなし。産まないよ、お菓子だもん。私が産んでるんじゃないもん。わかってるって。なんとかの卵ってお菓子、結構あちこちにあるよな。あ、そうなんだ。へえ。じゃあゆうこさん、その辺ありがたくもらっていきます。うん、了解。あやり、魔女の卵が足りなくなったら、その時は君が頑張って産むんだよ。だからじゃあ気をつけて。そうして再び教室に集まり、フロート社の最後の仕上げに取り掛かる。日が暮れる頃にそれが終わると、教室に場所を移し、あとはやれるだけやるのみだ。ジャグリングの練習をたっぷりやれるってだけでも、この泊まり作業はありがたいな。しかし、お前は上達が早いな。めっちゃ認められとるやん。てか褒められとるやん。お、全部机も下がっとる。ううお、そうか。もう話しながらのスリーボールカスケードがこなせている。そやな、昨日今日の話やもんな。その辺は五郎のアドバイスのおかげかもな。手元じゃなくて軌道を見るってのがなんかしっくりきたよ。それだけではなかなかこうはいかん。あれやからな、あの、まあもちろんナイトというかね、騎士志望やからな。この目と腰の座り、うん、面白いやつだ。いや見てよ、ちょっと狙われとるんけ俺。アリマッチ、五郎ちゃん、お菓子食べようよ。お、魔女の卵やないか。あれ、玉先生知ってるの？そりゃ当然や、風城メーカーやからな。そしてワイのライバルや。お菓子メーカーさん、タマの卵も作ってくれへんかな。アリマ、ゴロ、早く女子のとこ行こうぜ。わお。わお。ああ、そうだな、女子のとこな。なんだよ、いいだろ。いや、大歓迎だよ。なあ、ゴロ。男子だからな。お前のこういう冗談、お前こういう冗談にも付き合ってくれるのな。もう男子何盛り上がってるの？早く早く！では、これをいただいたら、新しい隊列の話をいたしましょう。おーっと昭和する、うん、おーっと昭和するクラス一同。そんな風に夜は賑やかに更けていった。途中で誰かが言ってた通り、学園祭の前日みたいにみんなで、校舎で。なんかもうこうでないと以上になっている。それもこれも結局は風城民の雰囲気あってこそだよな。その中に俺もいる。